お土産ありがとうございました。早速プレゼントしましたよ。喜んだか彼女。ええ、感謝されました。それはよかった。はい。どうした。なんだ隕石さ、何もくれやしないよ。坂田さんの家の近くに落ちた。何も起こらなければいいが。それから3日後の夜のことである。はい、こちらマットです。え、スペースホテル。ええ、人間が蒸発した。ええ、ああ、マットは怪獣が専門なんです。警察の方へ連絡してください。はい、よろしく。人間が蒸発した。ああ、ヒゲを剃ってていきなりね。ところが犯人が侵入した形跡は全くなし。そこでびっくり仰天、マットへ連絡ってわけさ。5歳にもらった口笛だからってそんなに塗ってくれなくてもいいじゃんか。うるさいわね。ほら、失敗しちゃったじゃないの。まるで鬼パパだ。なんとでも言いなさい。ちょっとそれ取って。うん、郷さん待ちくたびれてるぞ。おーい、坂田。おーい、坂田さん。おお、次郎、珍しいな、連れてってくれってせがまないのか。映画行くんだぞ、豪たちは。今日はこっちお断り。大事な昆虫採集があるんだ。え？昆虫採集？そう。この辺にはね、珍しい種類のノコギリクワガタムシがいるんだ。クワガタムシは7、8月が季節なんだぞ。それが三本ゾルの珍しいやつなんだ。な？うん。ものすごく大きいんだって。普通のクワガタムシでも一匹340円もするんだ。三本ずるだと2000円はするな。うん。朝早くから夜遅くまで大騒ぎなんだよ。その一匹を捕まえるためにな。三本ずるのとは珍しいな。うん、飛ぶと黄色に光るんだって。綱は黄色だそうよ。マッハのスピードで飛ぶんだって。早く行こうよ。行こう。行こう。マッハで飛ぶノコギリクワガタか。2000円じゃ安いな。ごめんなさい、遅くなって。どう？郷さんにもらって口紅つけたの。おお、いい色じゃないか。お前も隅に置けないな。実を言うと、みなみたいにもらったんです。ギリシャでのセミナールに出席した時のお土産なんですよ。そんなことだろうと思った。それでも嬉しいわ。だって郷さんの初めてのプレゼントなんですもの。今日は邪魔なやつもいないし、ゆっくりしてくるといい。はい。ご覧になる映画は愛の渚、それともエリゼオとはに。おーの余ったるいのはごめんよ。ほう。すると吸血男爵の森。
ちょっと失礼。ゴーです。また密室殺人事件です。被害者は25歳の女性。現場はこの前のホテル近くです。殺人事件ならマットが出動しなくても。警視庁からの要請です。手口が不可解なんだそうです。分かった、すぐ行く。事件が起きたんだ。悪いけど一人で帰ってくれないか。ゴーさん。ホテルの時と同じですね。うん。ヘアドライヤーを使用中に襲われたらしい。普段から真面目な娘で、人から恨みを受けることはないと言ってるんだ。管理人がね。この前の被害者は電気カミソリを使用中に襲われてるんですよ。目撃者がいないこと、現場に手がかりになるもの何一つ残していない点、手口は全く同じだと思います、うん、電気カミソリとヘアドライヤーか。どうやらその辺に謎を解く鍵がありそうだな。あのよ、光る物体が落下したのは確かこの辺りだ。もしや隊長、これは人間の仕業じゃないんじゃないでしょうか。いかにもマット的な発想ですな。しかし私は犯人は人間だと思いますね。レーザー銃を使った計画的犯行ですよ。うん、私もそう思う。第一、宇宙怪獣ならもっと大きな被害が出てるはずだ。ゴー、お前この前の流星にこだわってるんだろうが、考えすぎだよ。うん、こいつエッチな昆虫だぜ。アキちゃんにプレゼントしたのと同じやつだ。おかえり。ゴーは？事件が起こったところでほっぽらかされちゃったわ。それはお気の毒だったな。お腹ペコペコだわ。ジローは？もう帰ってくるだろう。それでその昆虫どうしたんだ。
ハンドバッグでぶっ飛ばしてやったわ。あんまりしつこいんだもの。災難だったな、その昆虫も。どうして？ゴーに振られた腹いせに八つ当たりされたからさ。ゴーさん仕事だったんですよ。ところで角が3本なかったかい？そういえば変わった昆虫だったわ。それはきっと二郎たちが探してるやつだな。そう、捕まえてやれば二郎喜んだのに。ああ、もしもし。ゴーです。マキちゃん帰ってますか？さっき帰ってきた。あまりほっとくと虫がついても知らんよ。虫？冗談だよ。アキが帰り道、変わった昆虫に追っかけられたなんて言ってたんだな。冗談どころではないんです。ジロー君たちが探している三本角の昆虫は殺人昆虫かもしれないんです。三本角のやつだな。十分気をつけてください。ゼマ！ジローにも当分昆虫採集はやめさせるよ。もちろん発見したらすぐに連絡する。おやすみなさい。あれが殺人昆虫だなんて。なに、ゴーたちがすぐに始末してくれるさ。そうね。誰が何ていう音は立つもんか。お前に千だもんな。どうしたんだ、アギ。姉ちゃん、どうしたの？殺人昆虫が。は。ゴーさんにもらったギリシャの口紅だわ。お前が追いかけられたのは口紅のせいだったんだ。あ、俺の昆虫だ。ジロー、お前隠してたのか。ここを破って逃げ出したんだ。網が溶かされている。恐ろしい昆虫だ。すぐマットへ連絡しろ。うん。俺らこいつを見張っている。大将、口紅を取り上げても静かにしていれば何の異常も示しませんね。よし、実験開始。はい。カミソリを離してみろ。はい。間違いない、こいつの仕業だ。こいつにとってこの地のモーター音は敵の羽音と同じサイクルに聞こえるんだ。だから攻撃する。しかしレーザーを発射する昆虫なんているんだろうか。ゴーが言ったように、こいつの正体はおそらく宇宙昆虫だ。え、宇宙昆虫？恐ろしい昆虫ね。大将、こいつの処置は俺にさせてください。恋人が散々な目に遭わされたからな。いえ、そんなんじゃないですよ。小さいからって軽く見ちゃいかんぞ。相手は宇宙昆虫だ。はい。ゴー、これを使え。スペースレーザーガンだ。どんな宇宙怪獣でも一発だ。どうも。これなら絶対です。
奴はレーザーを逆にエネルギーにしてるんだ。奴はどこに出るかわからんぞ。上野、ゴー、空から偵察しろ。はい。こちら号、ただいま東京上空 A 地区異常なし。了解、引き続き警戒せよ。了解。こちら上野、東京 C 地区、現在のところ異常なし。了解、 B 地区方面をパトロールせよ。了解。ただいま東京 B 地区パトロール中、現在のところ異常なし。了解、さらに警戒せよ。了解。どうしたゴー、宇宙昆虫発見、攻撃します。了解、我々も直ちに出動する。了解。宇宙昆虫出現、直ちに急行せよ。了解。
危ない。怪獣の目を狙え。綺麗だよ。どうもありがとう。ゴミがついたな。今日も吸血男爵か。残念でした。今日は素敵なヘレンよ。女ってわからねえな。こいつ